今作ってる要塞の途中経過。すごい、すごい凝ったやつにしようと意気込んで作り始めた要塞。うん、それがどうかしたの？ネクサスブロックで攻めてくる敵が何してくるか、アテネは知ってる？ネクサスブロックを壊しに来る？そう、最終的にはそうなんだけど、ネクサスブロックに行き着くまで、邪魔なブロックは壊してくる習性があるようなんですよ。ふむ、つまり？要塞を凝った作りにしてもぶっ壊されちゃうから意味がない。ああ、どんまい。ということで前回のあらすじ、どんな要塞を作るかを説明するために、僕のわかりやすい絵で解説いたしました。すごいね、阿部ちゃん絵がお上手なんだ。そして要塞を作りながら、勢力について考えていく。全部のクモちゃんを使ってあげたいところだけど、そういうわけにもいかないんだよね。その後新たなクモちゃん、馬のクモを孵化させることに、登るモーションは何とも言い難いけど、それでもこの子の秘めたる力を信じてるからね。キューマ早ーい。お腹も空かないし、移動するときにはすごい便利だね。でも壁を登るモーションが、やっぱり倒さなきゃ。倒さなくていいから、ちゃんと壁登るときは視点変えるから安心して。それならいいけど。で、今はどこに向かってるの？特にどこってわけではなくて、キューマに乗ってちょっとお散歩しようかなと。なるほど。てか、お腹が空かないことはいいことだと思うけど、ウェブスリンガー使った方が移動早くない？どうしていつもクモちゃんの存在を全否定するようなことを言うの？私悲しい。でも、実際そうでしょ？そうです。でも、クモちゃんに乗るのは全住民のロマンだもん。そうだったのか？まあ、壁を登れるってのは便利だよね。見た目は置いといて。そうだね。あーん。キューマちゃんの体力が、あー。いやいや、別に1ぐらい大丈夫でしょ。だよね。いやはん。もしかして君わざとやってる？そんなわけないでしょ。少し高いとこでもダメージ食らっちゃうんだって。落下ダメージには気をつけないとだね。うん、ノーダメでお散歩を終わらせる。キューマちゃんが死んじゃいそうだよ。やっぱり君わざとやってるよね。本当に落下ダメージくらい安いんだって。危なかった。こんな落下で死にそうになるんじゃ、移動用に使えないわね。まあ、アベルの操作が下手なんだろうけど。その通りでございます。ポーション作って回復させとこ。さて、冒頭に言ったこと覚えてる？アベルが無意味なことをしてるって話？無意味とか言わないでよ。視聴者曰く、これだけ無駄みたいなんだよね。そりゃまあ、壊されるってわかってるのに時間かけてもねー。あ、アベルの体質的にはご褒美ってやつなのかな？ご褒美じゃないです、拷問です。だから、どうしようかなーって。別に、どうせ壊されるんなら適当でいいんじゃない？凝ってたら相当時間かかるだろうし。いやそうなんだけどさ。それでも俺は凝った要塞が作りてんだ。やっぱりド M じゃねえか。違うもん。んじゃ、今回は円の塔を作っていきます。これね。円の塔？高さによって制作時間が変わってくるわね。なので、12マスぐらいでいいかなと。なるほど。その上から攻めてくる敵を撃退するってわけか。そういうこと。え、もう完成したの？いやそうじゃなくて、次の瞬間、塔がすべて完成するところをお見せしようかとね。ああ、よくあるあれね。そう、よくあるあれ。それじゃ行くぞー。ドキドキ。塔の完成だー。おー、頑張ったわね。そうでしょ。やっぱり要塞はかっちょよくしなきゃ。でも、これ破壊されるんだよね。破壊されないでしょ。とうとう現実から目を背けた男。けどだいぶ進んだんじゃない？そうだね。進捗的には 50% ってところ。あとは壁を作って、内装を作るだけ。壁はあれとしても、中を作るのが一番大変なんだろうな。要塞の中とか全くわかんね。壁もどうしたらいいか全くわかんね。おい、それで、今回の要塞作りはここまでなの？今回はここで一旦終了。そして、これからとあるところに向かいます。とあるところって？そう、村を探しに行こうかなと。そして村人を眉で捕まえる。おお。ってことは、それが最後の雲になるってことね。そういうことだーね。それじゃ、村に向かいますか。え、村の位置はわかってるの？X-1000 の Z780 にあるみたい。ほう、ジャングルよりかは遠くない距離だね。ということで、村発見だ。今夜だから、ゾンビたちに襲われてなきゃいいけど。確かに、急いで行かなきゃ、僕が行けば村のみんなも安心だろうし。いやお前が行っても村の住民はパニックだよ。むしろゾンビより見た目気持ち悪いよ。そんなー。ぐにょーん。相変わらず便利だな。あ、村人さん。よかった。ちゃんと生存してる人はいるみたい。村人の雲？どんな雲なのか全く想像できないんだが。戦闘要員ではないことしか知らないか。じゃあ、早
ソリサソリサソリ。いきなりなんだこいつ、成敗してくれるわ。ふう、蜘蛛の女王に逆らうとは身の程知らずめ。絶対サソリの方が実力的には上だよね。てか、早いところ村人捕まえて戻ろうよ。それもそうだね。とりあえず朝にしたいから、寝ます。寝れませんでした。蜘蛛の女王しっかりしろや。あの専用のベッドじゃないと寝れないのね。仕方ねえ、とっとと捕まえて戻っちまうぞ。ふむ、これが村人の眉。結構大きいわね。というか顔はそのままなんかい。よし、村人眉の一丁上がりだ。村に来るの大変だから、なるべく多く持って帰っとこ。そうだねえ。それにしてもこの村人。どうかしたの？もしかしてこの眉の中って裸なんじゃないのではなかろうか。いいから早く持って帰れや。はひ？能力は、カーリーズアイテムス？アイテムを持ち運べる能力ってことだね。で、ドエズノットフト。戦闘はできないってこと。ちょっと待って、アイテム持ち運べるってかなり便利なのでは？便利すぎちゃうのでは？というか今までの蜘蛛の中で一番使えそう。いやそんなことなななないし。でも、多めに確保しといてよさそうだね。確保という名の拉致行為。ふむ、これぐらいで十分かな。村一つを壊滅させた男、このゴミクズ野郎が。なんでそんなこと言うの？いいさいいさ、俺は可愛い蜘蛛とのハーフなんだもん。絶対なりたくないハーフだな。で、もう拠点に戻っちゃうの？いやー、ちょっととある建物を探しに行こうかと。とある建物？前回さ、蜂との友好関係の戻し方について説明したよね。うんうん。つまり、これより女王蜂が捕まってる建物を探しに行こうと思います。おお、人間のいる建物を探しに行くのね。そんな遠くになければいいけど。そうなんだよねー。お、カボチャがあるよカボチャ。なんでこのカボチャだけにっこり笑ってるの？マジだ。蜘蛛に関係してたりするのかな。確かに、カボチャの蜘蛛がいてもおかしくはないけど、特に何も起きないね。よくわかんねえから回収していこう。そうだねー。あ、疲れすぎたのはわかる。それでもせめて日本語喋ってくれ。あれってもしかして新たな人間の建物だよね。あの中にきっと女王蜂が囚われてるんだ。急に饒舌。でもさ、今って人間たちに敵対視されてるんだよね。そうだった。前の建物には結構中に人がいたからな。まあ、どうせ最終的にわかるんでしょ？それなら同じこと。さすが姉さんは考え方がかっこいいぜ。姉さん言うな。それにしても、でかいわね。うん、結構な大きさだね。中の様子でも見てみるか。あれ？思ったより人間いなくない？確かに、見えてるだけだと3人しかいないね。でも、もしかしたら TNT が仕掛けられてるかもだからね。そうだね。前みたいなことだけは避けたいところ。これ、この横の建物何なんだろ？見るからに怪しいけど、試しに入ってみたら？いや、何言ってるの？冗談だよ。てか、絶対これ下に何か仕掛けてるだろ。むしろ仕掛けてなかったらびっくりだよ。あれ、この下には何もないみたい。これは入るべきなのか入らないべきなの。どこかで TNT が起爆したんだけど。いきなりなんなんだよ。どこで一体起爆したんだ。ここだわ。もう、なんで入る前から爆発しちゃうかな？人間の誰かが間違えて起爆って感じか。いやま抜けかよ。ねえ、これ女王蜂コッパ美人になっちゃったりしてないよね？大丈夫だよね？でも、蜂なんて TNT1 個で吹き飛んじゃいそうだけど。探してみようか。探してみます。おら、女の子は殴らないから安心。おら。よし、これで人間狩り終了だ。ねえ、さっきから蜂の音が聞こえてるけど、もしかして近くにいるんじゃ？だよね、その可能性が高いと思う。この黒曜石の筒の中か？厳重に監禁する場所としてはあり得るわね。ごくり？やったー、これで救出したらいいだけだね。あれ、後ろにクリーパーが。あれも前のスケルトン同様、特殊な見た目してるわね。救出できたりするのかな？かわいい。クリーパーの女の子だ。とりあえず、蜂ちゃんを救出しようか。そうだね、早く解放してあげよ。これで蜂との友好関係が元通りに。でも仲間にはなってくれないみたい。いや仲間になってる？爆破しちゃうわ。ナイス救出。2匹とも仲間になってくれたみたいだね。わあ、頭にお花のヘアピンしてある。ああ、可愛い女の子が増えてお母さん嬉しいよ。はあ、